やっぱり少年はまだ人格が固まっていないそういう意味ではよく言えば融通性もあってですね、えー、うまく指導すれば立ち直るああいう報道は私はあのいかがなものかと思っておりますその上で谷垣氏は週刊誌が実名と顔写真を掲載したことについて 容疑者に対する憤りの感情は理解できるとする一方少年法は少年の公正を考えて実名報道を禁じていると強調しました谷垣氏は法務大臣時代の2013年にも少年事件で週刊誌が実名報道をした際少年法の精神を尊重してもらいたいと批判しています